当にお金はすごく大事です。お金は大好きにならないと皆さんいけないと思います。しかしアレンはお金も大事ですが、それと同じくらい感謝の気持ちが大事だと思っています。ではなんで21歳の青年がお金よりも感謝の気持ちが大事なのかっていうことについて詳しく話していきたいなと思います。Hey guys, welcome to my channel. This is Aren. 皆さんこんにちは。今日の Aren です。今回この動画では Aren の人生においてどんなものを大事にしているのかっていうことについてお話ししたいなと思います。早速ですが、皆様に一つ質問があります。皆さんの人生の中で大切にしているものって何ですか？大事にしているものっていうのも、人それぞれでいろんなものがあると思います。例えばある人は、いや僕はもう家族が一番大事にしていると、もう奥さんがいて子供がいて娘息子がいて、もうこの家族が大好きで優先事項も一番高いのは家族だと、もう僕は家族が一番大事にしているんだっていう方もいると思います。そういった方もいますし、例えばいやお金が全てだと、お金があれば好きなものも買えて好きなことできて、お金が全てだと、お金があればみんな幸せになれると、だから俺はお金が一番大事なんだとっていう人も中にいると思います。いやいやちょっと待てよと、俺は他人によく思われたいと、すごくいい服着て髪の毛もセットして、ですっごいブランド品つけて、でみんなに、あ、アレン君かっこいいねと、そういった名声が欲しい人、名声が一番大事、他人にどう思われているかっていうのを大事にしている人もいると思います。中にはお酒がすっごい大好きな人も多くいるのかなと思います。例えば、わあ今日疲れた、もう仕事しても疲れてもうくたくただと、なのに家族のこともある、いや残業も残っている、いやもうやってられないわと、もう今日疲れたんだと、もう俺お酒を飲んでファーッとゆっくりリラックスしたい、お酒飲んで明日も頑張れると、だからお酒が一番大事なんだと、お酒がないと俺は頑張ってられないとっていう人も結構いるのかなとあれは思います。本当人によって大事にしているものっていうのは全然違うと思うんですが、じゃあアレンは何を大事にしているのっていうことについてお話ししたいなと思います。結論から言うと、アレンが一番大事にしているのは感謝の心です。恩返しの心です。アレンの人生はこれに尽きます。アレンは今21歳なんですが、この人生21年間の中でいろんな人に助けられて、いろんな人に恩返しをしたいって思っているんですね。そんな経験から恩返し、感謝の気持ちっていうのが、いやこれが一番大事だなとアレンは思っています。ではこの21年間アレンが歩んできた人生の中で、なんでアレンが感謝の気持ちが一番大事なんだと言えるのか、そういうふうに思えるのかっていうことを知るために、少し昔の話を皆さんに共有したいなと思います。アレンが小さい頃から今に至るまで、アレンの家族は2つのことに困っていました。まず1つは定番のお金ですね。お金問題、これがすっごい深刻で大変でした。例えばお金がないからこれが買えないと、お金がないからこれもできないと、お金がない、仕方がない、諦める毎日なんですよ。お金さえあればお金持ちの人いいな、この家庭だったらな、もうそんな毎日、お金お金お金と、お金さえあればいいなと、そういうふうに思う毎日が続いていくわけなんですね。ちょっと待ってよと、アレンさっきお金のことで、いやいやお金よりも感謝の気持ちが大事だと、いや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 、アレンさんはお金が一番大事なんじゃないのと、お金があったら今言った買いたいものも買えたし、好きなこともできただろうし、いやいやお金があればよかったんじゃないですか、お金が一番大事なんじゃないんですか。いやお金大事です、お金も大好きです、だけどお金が一番とは言えません。そのことについてお話ししていきます。もちろんお金はすっごく大事です。お金は大好きにならないと皆さんいけないと思います。しかしアレンはお金も大事ですが、それと同じくらい感謝の気持ちが大事だと思っています。ではなんで21歳の青年がお金よりも感謝の気持ちが大事なのかっていうことについて詳しく話していきたいなと思います。アレンの家族の話ですが、アレンは4人家族なんですね。親父、おかん、リニの4人で、親父は美容師なんですね。で、親父がどんな人だったか、親父は美容師だったので、毎週火曜日しか
仕事に休みがなかったんですね。その日以外、もう土曜日も日曜日、祝日もずっと親父が働いてて、朝起きたら親父は寝てるんですよ。夜眠る時にはいなくて、アレンが寝た後に親父は帰ってくるんですね。なので父親との会話がない、父親との思い出がない。で、休みの火曜日も平日なので学校があるじゃないですか。アレンは小学校、中学校、学校があって、学校が終わってからだともう夕方からしか遊べない。なので全然思い出がない、父親との会話がない、父親に教えてもらったことは一つもない、そういった父親の存在がなかったっていうのがアレンの人生の中で大きな問題かなと思います。じゃあ母親どうか。もう母親完璧な人ですよ。毎朝早く起きて、朝ごはん作って、弁当を持たせて、でアルバイト2つ掛け持ちして、で仕事終わって帰ってきたらすぐご飯作って、もう完璧な教育者ですね。素晴らしい母親です。ここでまた問題があります。母親はこんなに一生懸命頑張ってると、一生懸命教育して、一生懸命母親としてのベストを尽くしていると、父はどうかと。お酒を飲んでタバコを吸って、お金があるならいいんですね。お金がないのに少しのお金を使ってお酒を飲んでタバコを吸って、自分がどこで寝ているのかもわからない、そんな父親なんですね。この2人の中で毎日毎日喧嘩、もう夜も眠れない、寝てたら喧嘩してる音で起きる、もうそんな日々なんですね。ではニーニーはどうか。いや、素晴らしいお兄ちゃんですよ。2つ上でもう結婚もして、家庭持って、もう独り立ちして、素晴らしい、もう常にアレンのパイオニア的な存在で、常にアレンの先を行って、アレンにいい見本を見せてくれる、もう立派な兄貴ですよ。そういった兄貴がいて、母親がいて、父親がいて、そういった家族で、そこで先ほど話しました、父親との会話がない、思い出がない、一つ目ですね。二つ目、お金がない。この二つでずっと苦しんできました。苦しんできた、言い方を変えると、この二つがないからすごい困ってたんですね。助けてもらいたかった、そんな人生ずっと21年間生きてきて、何が起こったか。助けてくれる人がたくさん現れました。